アンドレアス・オーセンは、ノルウェーの言語学者、文献学者、詩人。デンマーク語の影響を排した、新しいノルウェー語の確立に努め、後にランスモールを創生した。ノルウェー西部のスンメールに、農民の子として生まれる。早くに両親を失い、父の農場の仕事の傍ら独学で、言語学を学ぶ。18歳で、国民学校の教師となった。 当時のノルウェーは400年を超えるデンマークの支配から政治的に脱したばかりの頃で自治権の獲得に終わらず文化的にもデンマークから独立しようとする運動が活発な時期であった。そのような社会情勢の一環として言語の面でも従来のデンマークからの影響が強いノルウェー語を見直し新しい自国の言語を持とうとする動きが出てきた。 この動きの中には二つの流派があり、一つは、従来のデンマーク語風ノルウェー語を基盤としつつ、ノルウェー独特の語彙などをこれに加えようとするもの、もう一つはデンマーク語の影響を排して、古来からある、ノルウェー独自の言語を復活させようとするものであった。熱心な民族主義者であったオーセンは、後者の運動に参加し、トロンヘイム学術協会の援助を得て、 全国各地を旅行しながら地方文化と方言について記録と研究を行った。この成果として1848年にノルウェー民族言語文法、1850年にノルウェー民族言語辞典を編纂する。以後、ノルウェーにおけるランスモールの試み、ノルウェー語文法、ノルウェー語辞典といった著作を発表した。これらにより、従来のデンマーク風ノルウェー語に対し、 新しいノルウェー語、ランスモールが完成された。ランスモールは、デンマークの影響を受けにくかった西ノルウェーや、山間の僻地などに残った方言が修正されたもので、ある。このランスモールは、多くの詩人や作家に影響を与え、アルネガルボルグ、オースムンビニエ、オーラブ、ドゥーン、タリエイベーソースらが用いるようになった。王戦自身も、 ランスモールでの創作物を作成しており、音楽劇、継承者や詩集、姉もネ,モネ他に昔話などを発表している。やがて、ランスモールは大きな勢力を持つようになり、1885年にノルウェー議会によって、ランスモールはリクスモールと並ぶ第二の公用語として承認されるに至った。1896年、オスロにて没した。 1929年に、リクスモールは、ブークモール、ランスモールは、2位の宿とそれぞれ解消されたが、現在でも双方が、公用語として認められている。2位の宿は、西ノルウェーで、ブークモールは東ノルウェーとオスロでそれぞれ多く、採用されている。20世紀前半には、教育委員会を中心に、西ノルウェーでは、2位の宿教育が広く行われ、一時は、 全国の3分の1教に教育用語として採用されたが、そのほとんどは人口の少ない山岳地域であった。1945年以降は2位の宿教育が後退し始め、現在では全国的にブークモールが圧倒的に優勢である。過去にブークモールと2位の宿を統合しようとする政治的な試みはあったものの、これは 双方の反発により部長に終わっている。時間の経過とと,ともに、両者は次第に融合しつつあり、現状として、2位の宿は事実上西ノルウェーの一方こととしての地位に止まる状態ではあるが、現在でも統合には至っていない。ノルウェー民族言語文法ノルウェー語文法2位の宿もブークモールも書き言葉であり、話し言葉としてのノルウェー語とはやや異なる。 詳細は各ページのほか言語戦争なども参照。ABCD、岩波イコール、ケンブリッジ世界人名字点訳によって、南メレケンとも表記。ABCD 集英社、世界文学大辞典、ハット AB 小学館、日本大百科全書デンマークによる、支配の時代はデンマーク語が、汎用語とされ、ノルウェー語は、田舎の素やな言語として扱われていた。 ABCD ベセン北欧の言語ハット AB 新潮世界文学辞典ブリタニカ国際大百科辞典ありがとうございます